ワンピカード情報局。よっしゃ。どうもマカロニステーションの北場です。Hello。最近全然情報局でベストバウトができないアメリカ人のギャビンです。そうなんですよ。最近ギャビン君調子悪いですよね。なんか調子悪いっていうか、はい、もう一回ちょっとガチガチのガチガチのね、もう自分が50枚ちゃんと決めた。もう確かに、ね、好きなものを持ってきて対戦やりましょう、はい、まあ、全然別に僕はどっちでもいいんですけど、それは、はい、4連敗してますからあなた別に僕はもうだから勝者の余裕ですわそれは全然。うわ、いやプライベートではまだ全然こっちの方が勝ってるからまあね、それでも見えてないからそれは。確かに視聴者の皆さんはやっぱね、見えてるとこで結果出さないと。それはそうよ、何とも言えねえ何とも言えねえ。はい、ということで、まあ、そんな、ね、ベストバウトにちょっと関係することなんですけれども、本日のワンピカード上局は、はい、チャンピオンシップ2023の一次予選を振り返り、ベストバウト3戦を2人で決めていきたいと思います。よいしょ、よいしょ、いましたね。いやでも今回、本当にいい試合ばっかりでした。ものすごかったですよ、本当に。いやそれこそ8月20日に一次予選の決勝大会がありまして、で、まあ、無事終わりまして、はい、で現在二次予選が始まって、ちょっとまた熱が高まっていってる最中なんで、2023年でそろそろ、ジュニアフレンドリーカップ and 3-on-3 が始まるから。いやいや、そうそう、あんまりちょっとピンとこないんだけど、はい、英語で言われると。そう、別の大会に聞こえちゃうんで。そうですか。ジュニアフレンドリーカップもね、 3-on-3 も、はい、そこから始まっていきますから。はい、でも大会の幅がこうなんか2022年シーズンよりもちょっと広がったような、はい、いや本当にそうですよね、感じもありますし、あとやっぱそのテンポ要素挟んでるから、はい、本当にそのもう猛者オブ猛者が徐々に上がってくるんですよね、うん、そうなんですよ。2022年シーズンもレベル高かったんですけど、はい、抽選で大会だったんですよ、はい、今回も予選勝ち抜かないと、そうですよね、大会に参加すらできないというところで、はい、そこでさらにモサオブモサがベスト16、32に残っていくっていう、はい、はい、ということで、早速本題のベストバウトの方を発表していきたいと思います、はい、今回はチャンピオンシップの一次予選全体を通して生配信の中でですね、うん、僕ら2人が3つずつベストバウト紹介、はい、だから計6試合、ここは良かったぞっていうところ、まあ各々のね、はい、こうちょっと主観だったり、まあその個人の好みとかももちろんあると思うし、であとやっぱ生配信だと、はい、リアルタイムで追っていくじゃないですか、はいはい、そこでもしかしたら伝えきれなかった部分も、いや、そうなんです、いっぱいあると思うんですよ。もう本当に今回山ほどありました、うん、なんでその細かい部分も含めてちょっと今回お話できたらなと思ってますので、はい、ちょっとその辺 の、まあ、熱だったり、はい、もう当時 の見た時の衝撃だったりを、そうですよね、余すことなく伝えていければと思うので、うん、それじゃあ早速ベストバウト3戦やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、それでは僕のベストバウト1つ目紹介させていただきます。こちらです、はい、広島大会準々決勝、うん、タンク選手 VS 原山選手の対決です。あー、なるほどね。これはですね、まずリーダーがタンク選手がニューゲートなんですよ、はい、で原山選手が赤ルフィだったんですよね。ヒゲ狩りのルフィの、ヒゲ狩りのルフィですよ、はい、登場ですよね。いやこれね、見てない人はもうぜひ全て見てほしいんですけれども、はい、まずどういった状況かと言いますと、うん、当時の広島予選の環境を振り返りますと、はい、4段は一応出てはいるんですけど、まだ その環境 の研究が出て間もなすぎて、あんまり新リーダーがそこまで採用されてなかったイメージですよね。で、上位宅はもう真っ赤っかで、はい、でかつその中で一番シェアがあったのがニューゲート、うん、もうだからもうニューゲートの海だったわけなんですね、はい、で事実広島大会の優勝リーダー自体はニューゲートだったじゃないですか。そうですね、ただそんな中、ね、ベスト16ベスト8って上がってくにつれて、うん、赤ルフィの選手が1名残ってるんですよ。そうですよね。で、お、赤ルフィいるんだってまずなるわけですよ、はい、で、いや、ワンチャンある、ギャビン君のその時のコメント、はい、なぜなら赤ルフィはニューゲートに強いっていう。そう、これ、ね、本当に強かったですよね、この面白さ、はい、で事実しかもそのタンク選手は予選1位通過なんですよ、はい、そのヒゲの海を1位で渡ってきた選手を、ね、見事原山選手が刈り取るっていう、そう、この鮮やかなメタプレイというか、かっこよかったですよね。そうなんですよ、構築でちゃんと戦ってくるっていうところですよね。で、やっぱリーダーの起動メイン使ったレストのドン1枚を付与するっていう、うん、あれでもうずっと6000でアタックし続けるっていう、そうですよね、あの攻めがもう早すぎて、はい、もう実況でも言ってたと思うんですけど、もうタンク選手はこのターン急ゲート出すしかないですね、急コスのニューゲート出すしかありません、
八丼しかないってなるんですよね。そうですよね。まだ十丼のターンじゃないの、うん、こんな攻めててみたいな。だからそのミラーっぽい試合になっちゃうのに、あちらけがライフが勝手に減らない、減らないんですよ。で、まあ細かいところで言うと、次のターン9コストのシャンクス出しますよ。で出すからゴードン置いときます、はい、でゴードンの起動メインでマイナス3000するから4コストのマルコ置いても無駄ですよみたいな、そうですよね、なんかこういう細かい、うん、こうなんかこの重箱の隅も全部押さえてるみたいなプレーも、やっぱこう生配信ではもしかしたら言葉には出なかったかもしれないですけど、興奮の嵐でした。いやもう素晴らしかったです。明るいバウトでしたね。やっぱ一番ずっといるワンピースカードの中でも一番最初に発表されたリーダーのアカルフィが環境に刺さったっていう、そういう新たな可能性を見た一戦でしたね、はい、これは。そうですね、はい、これが僕のベストバウト、広島準々決勝タンク選手 VS 原山選手の1試合でした、うん、いや素晴らしかったです、ね、いや素晴らしかったです。いやこれ今1試合目ですけど、はい、めちゃくちゃやっぱ当時の思い出が蘇りますね、はい、そうですよね。これね今回もう6つ言ってきますけど、それ以外もいっぱいあったんで、はい、もし時間ある方はねアーカイブ残ってますので、いやもうそうなんですよ、本当にぜひ見てほしいということで。じゃあ僕の一番最初のベストバウトいきますよ、うん、はい一発目何でしょう。福岡予選の決勝の各選手 VS カー選手ですね、のレベッカ・ミラー、レベッカ・ミラーだったんですよ、はい、いや本当ね福岡からレベッカの快進撃が始まったんですよ。そうなんですよ、だからそのレベッカの夏が始まったっていう、本当にあの予選シーズン、はい、7月から出ちゃったじゃないですか、はい、福岡予選から。だけど福岡から大阪終わるまではマジでレベッカの夏でしたよね。そうですよね、レベッカサマーでしたよ、はい、だからその本当に福岡になるまではみんなレベッカあんまり評価されてない中、全然予選でもあんま見なかったんですよ。決勝でも1回も上がれずに、ただ福岡になると急にレベッカ1人だけじゃなくて2人が決勝まで来るっていうそうそう、3人だったりね、そう、うん、複数が残るようになってったんですよ。で僕もなんかずっとレベッカ使ってて、4段出て最初からずっと使ってる、ずっと使ってる、ずっとこれが強いよって言い続けて。それさ単純に強いだけの以外の理由とかあるの？あ、まあ、もちろんお母さん の名前ではあるんですよ。お母さんの本名がレベッカ、レベッカなんですよね、はいはい。ただあの、まあ、ネタではそれ言ってるけど、うん、本当に使ってる理由は一番強いと思ってたから、ね、強い、そう、あの全部噛み合えば、そう本当に無敵だと思って、うん、あとやっぱそ あのレベッカのミラーがあんまり見る機会が皆さんないと思うんですけど、俺も配信で初めて見た、はい、いやそのなんか詰将棋の感覚がめちゃくちゃ好きなんですよね。要はそのなんて先も読んできながら相手を除去するのか、どこでアタック始めるのかっていうのがもう全部詰まった。そうそうそう、なんかその相手、まあ、どちらもそのずっと手札が増えるからずっと選択肢がたくさんある中で、その正しい選択肢をどうやって取るかっていうところがやっぱすごく難しいと思うし、そうだよね、そのいろんな細かい選択肢、そうだよね、動きでその勝者カー選手が選ばれたんですけど、そうだよね、でそのままあの本戦でもレベッカで一番結果出した、うん、あの選手にベスト8とまで残ってるんですよね、はい、カー選手は。だからそのやっぱもう本当にレベッカの夏を始まった男でもあり、うん、はい、その最後までつながった男でもある、はい、あるということですね、カー選手は。で選手の2人もなんか終わったら、いやこうした方が良かったかな、こうした方が良かったかなっていうぐらい、ね、印象的でした。各選手とカー選手こう閉賞式終わってカメラ切られるじゃないですか、はい、もうそこでディベートしてました。そこでもう談義が、いやあれはどう、いやあそこは、いやでも実はとか言って、もう本当にそれがもうその話聞くだけでも面白くて勉強になるよね。めちゃくちゃ勉強になりました、はい、いやもうねレベルの高いレベッカ・ミラーの試合をギャビンは1試合目に選んでくれたということでございます、はい。いやいいですね、これまだ1試合ずつですけど、はい、もうやっぱ全然違いますね。前回のベストバウト3戦もあったと思うんですけど、うん、そうですね、またやっぱちょっと全然環境も変わってて、いや本当にそうですよね、いろんなリーダーが、はい、見れて面白いですね。じゃあ、早速ですけども、2つ目、はい、僕のベストバウトいきたいと思います、うん、こちらです。大阪準々決勝、うん、鍋選手 VS 源ちゃん選手です、はい、はい、これですね。いやこれね、ニューゲート対赤緑ローなんですよね、はい、でまあまあ、あまあまあまあ今までも見たわってなるじゃないですか、まあ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 あるねっていう、麦わら軸のニューゲート、そうだったんですよ。もうねこれ大阪最後の一次予選だったじゃないですか、うん、いろんなパターンいろんな可能性を我々もなんやかんやで知ってる、うん、あまあまあなるほどニューゲート対赤緑ローカーなんですけど、はい、やっぱ最初のあの手札見えるじゃないですか、引き直しのあそこでやっぱ1コストの波と
4コストのフランキーが見えた時の、そうですよね、全員が固まる瞬間、あれちょっと待ってってなりましたね。え何か面白いことが起こるかもっていう、うん、はい、あのワクワク感やっぱ半端なかったですよね。いやそうですよね、うん、やっぱその、うん、全然もう環境を裏切ったところですよね。そうそうそう、やっぱりそれギャビンあの当時も放送で言ってたよね、はい、その裏切りっていうのはもう一回改めて、そうですね、はい、そのみんながその白ひげイコールこういうこと、うん、だからマリガンはこういうカードが欲しい、こういう基準で動く、はい、このデッキはなのに全く違うことをやってるからそれを売り返るということができるんですよ、ね、売り返る、はい、売り返っちゃった、裏返るでもなく裏切るでもなく売り返るっていうのはもうどっちもやっちゃってるからやっぱギャビン語が出ましたけど、はい、でなんならその老対面においては、うん、麦わら軸の方が実はちょっと有利だったりっていう、そうですよね、のが働いたっていうところね、うん、あとやっぱりその逆に海外だったら、うん、あの麦わらがめちゃくちゃ流行ってるんですよ今白ひげで、麦わら軸のその逆にその制限かかってるから9コストヒゲに、海外はあの9コストのニューゲートだったり4コストのマルコが今制限中なんで、あそうか逆に強く出れるの、そうなのにその環境でもその制限されても、うん、あ麦わらにしたら同じぐらいのパワーがあるやんっていう、まあ、それを見て選んだかどうか分からないんですけど、まあ、置いといて実際データ的にもそうなってるんだ、そうだからその同じぐらい強いのにただこっちの方が流行ってるだけで、うん、そのもう全然違う形を使うのがやっぱめちゃくちゃそのやっぱ構築っていうか、うん、デッキの選択、選択よね、選択のうまさですよね、選択の奥深さを学ばせていただきまして、はい、だからこういうところがやっぱワンピースカードの改めて奥深さをちょっと感じさせてくれた、うん、最後の予選でまさかの麦ひげっていうのがね、これ面白かったですね、いやめちゃくちゃ良かったですね、これも面白い試合でした、うん、はい、じゃあ続いては僕です、はい、愛知の1回戦、うん、決勝の1回戦、うんうんうん、ヤマリ・ナオヤ選手 VS 人狼選手、はい、青クロコ対ニューゲート、青クロコダイル来ましたね、うん、いやこれだからギャビンは、はい、個人的にも青クロコダイルがずっと押してた、もうずっとこれ強いよ、うん、強いよ強いよって言い続けて、うん、それでもうやっと見た瞬間もう嬉しすぎてフィーチャータグ初だったんですよ、はい、でしかもやっぱ4段で強化されたんですよね、そうですよね、まあ、やっぱフーズフーの、まあ、パッケージ、はい、その10回路だったり、うん、あのウルティだったり、うん、いろんな新しいパーツが来て、うん、まあ、結構青クロコちょっと強くなったって言われた中で、ただ別にそのティア1ティア2ではない、うんうん、ティアまあ3、2.5 ぐらい、まあ、ワンチャンあるんじゃないとか、そうそうそう、青クロコいたよぐらいの感じよね、そうですよね、うん、の中で、うん、その一番強いってよく思われてるリーダーにもうぶち抜けるっていう、そうね、これもまさにだからあのぶっ刺さりを見た瞬間で、やっぱ青クロコダイルの強みが多分あの配信で全部出たよね、いや本当にテンポよく取っていくっていう、そうそう、本当にもうたくさん並んで、うん、もう本当に綺麗なテンプレの青クロコのゲームプランでしたよね、うん、その大きいものを出して、うん、そこから全部その自分のドンと相手のキャラがなくなるっていうそう、個人的に一番びっくりしたのが、はいはいはい、やっぱサーブレス、あサーブレスね、あれはねびっくりしました、あれはね見た瞬間、うん、えってなって、はいはいはい、もうそのまま書いてサーブルスのことしか考えられない、いないいない、天才だったわ、なるほどね、あのだからこれちょっと説明すると、あの枠に結構3000世界が入るそうですよ、ね、パターンが多くて、そうです、うん、ただその3000世界だと、うん、まあ、その打てる対面がそのもちろん多いんですけど、うん、トリガーで出たらめちゃくちゃ弱いんですよね、3コスト以下なんですよね、3コスト以下だとあんまりにも強くなくて、で逆にサーブルズは7コストバウンス、うん、そうだからそのやっぱ選択肢が非常に多くなってて、うん、あ黄色とかにはより強いカードにはなるかなと思います、うん、そうね、なのでやっぱそのサーブルズの採用が一番フィーチャーしたいところかもしれないですね、サーブルスのやっぱ衝撃もあったと、いや本当にそうです、もちろんね人狼選手も素晴らしかったですけど、はい、この青クロコダイルがやっぱり、環境を刺したこの一戦をギャビンは取り上げたということでございます、はい、それでは、ラスト、はい、3つ目でございます、はい、こちら、はい、来ました、本戦決勝トーナメント2回戦の森人選手 VS 夏目選手、お
これはねやっぱりあの森美選手がエース、はい、で夏目選手も何回もフィーチャーアタック出られてる方で、夏目選手といえばゾロ、今回あのベスト32以上まで、うん、あの残った数少ないゾロの中の、まあ、1人、はい、もうだからゾロといえば夏目選手みたいな、まあ、そうですよね、ところは本当に結果出しまってるんですよね、はい、出し続けてる方なんですけど、もうエースがもうね、これでこの試合で赤エースの教科書みたいなものが出版されたんですよ、はい、そうですね、これどういうことかというと、もうずっとガチの大会で、はい、まあ、CS だったりフラッグシップで赤単色ならゾロかヒゲなんじゃないか、はい、ゾロかニューゲートなんじゃないかっていう固定観念がある中、やっぱ赤エース強いじゃんってそうですよ、ね、いうのをまざまざと見せつけてくれたモリニー選手、まあ、結構その否定され続けたというか、うん、そうですね、そのエースはちょっと違うんじゃない、うん、って言われ続けた中で、うん、あのエースが一番結果出してるやんっていうところですよね。で実際このモリニー選手はこの試合を制し、うん、ベスト4まで上がるんですよね、はい、でなんとベスト4今回決勝トーナメントは青波、赤のニューゲート、はい、赤緑ロー、そして最後一枠赤エースだったんですよ。そうだからゾロではなく、はい、エースが上がった。そうですね、でまさにだからどういう風にエースで戦えばいいかっていうのを全部出してくれた。ストライカーで自分の手札を常に、はい、もう9枚10枚8枚このラインを守りつつ、相手の手札をライフを取りに行くとかいうのは、はい、なんか相手の手札を枯らせるようなアタック、そうですね、もう必要なまでの6000リーダーだったり、はい、で2000カウント切らせてリソースの差で勝ち切るっていう、うん、あなるほどこうやってやっていくんだっていうのを、はい、ずーっと提示してくれた森根選手ですよね。で夏目選手側もこの試合なんかね、まず伊蔵で白ひげ塾のゾロで伊蔵で対象なしとか、はい、なんか異常事態は起きてたんですよ。その、はいはい、ゴマルコは出てはいるけど、その後ずっと2000カウンターと、そうですね、ラディカルビームとかその先に繋がるカードが引けない中、うん、リカバリーのプレイングやっぱそうですね、うん、でいいとこまで行くっていう、その夏目選手のなんかその縛るっていうか、うん、もう本当に何にももらってないのにそれでも可能性をなぜか作れる男っていう、そう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 、ただ今回やっぱその森美選手のエースが素晴らしかった、はい、赤対赤の非常に勉強になる一戦でございました、うん、これもねぜひ見てほしいですね。僕の最後は、はい、一次予選の決勝のトップ32、うん、初戦ね、はい、決勝トーナメントのその日本一決定戦いけるかどうかの決める、うん、もうベスト32から16の それで入るかどうか、はい、もう多分一番プレッシャーがあった試合で、うん、綾取選手対原山選手、はい、青波対白ひげ、そうなんですね、ここで青波が来ましたね。波の教科書ですよ、波の教科書、はい、さっきが先ほどが赤エースの教科書の森仁選手に対して、はい、綾取選手は青波の教科書、いや本当にそうですよ、というかその、うん、本当にその3試合結局配信されたんですけど、うん、決勝トーナメントでね、はい、うん、全部見た方がいいです。青波をもし使うなら、はい、もしくは青波を倒したいならどっちでも、その、はい、青波を対策したいんであれば、うん、もう本当に多分それより上のプレイングがないぐらいの現状映像で、はい、現状世の中で出てる映像の中ではもうないです。もう一番本当に、はい、見て勉強になって、そのめちゃくちゃ青波使ってると思ってたんですけど、うん、あギャビンもね実際プライベートで全然上には上があるという感じでしたよ、うん、本当に、うん、なんか特にそのなぜこっちの試合もう全部の試合は本当にプレイングがうまかったんですけど、うん、この試合を特にやっばいって思った瞬間が、まあ、やっぱアピスとかバギーで自分 の、はい、デッキ操作を決めてるんですけど、見てるんですよね、下から8枚目が、うん、カヤから始まるカヤループができる、はいはいはい、要は そこまで行ったら残り全部いけちゃうみたいな、はいはいはい、もうデッキ固定できて、はいはいはい、ただそれをあと4枚でどうやってつながるかっていうところに、はいはいはい、まあ、いろんな攻撃されて最後にその相手が2回あと攻撃できて自分があとライフ1枚1枚しかないんですよ。 そう、でそれも相手あメロメロ使いたいんでしょっつって見てて、あえて5000でアタック、そうこれもうまいんですよね。そうこれね原山選手もうまいんですよ。そう、うん、結構読めてるその相手の手札、うんうん、でそれに関して線だけではなく、はい、メロメロ1回だけではなく、そうメロメロ2回打つんですよ。要は5000のアタックに対して9000で守ったんですよね、そうあの瞬間、そうで結果2枚引くんですよ。そうでその後2枚が
ニューゲートがそのもうドン1枚もアクティブな ない当たり前だけど攻撃するんじゃないですか、うん、ただ自分のデッキはこの段階で一周して、うん、自分の最後の1枚がトリガーだって分かってて、はい、もう分かった上でね、そう、うん、そのトリガーをめくっ、もうその本当に知ってる、もうバンッて2枚、デザートスパダだったんですよ。デザートスパーダで2枚引いて1枚捨てて、トップがカヤだった。でカヤ出してカヤだったっていう、だからもう全部を理解した上でのプレイ。そうだって、あれ攻撃されなかったら負けたんですよ。そうですよね。そうあれね、攻撃されなかったら最後の6000リーダーを、だからデザートスパーダ使わせなかったら負けたんですよ。そうただアヤトラ選手がね、その誘いのうまさっていうか、はい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 、その相手の思考を理解した上でやるのがやっぱ波なので、 あれを見てて、うわもう優勝するんちゃうって思っちゃったんですよやっぱ。で実際ね、あのアヤトラ選手が、うん、あの一次予選 の、ね、総決算、はい、決勝を見事制し、はい、日本一、上半期の日本一に輝いたそうですよね、ことだったんですよね。いやちょっと6つ紹介してきましたけど、はい、熱いなやっぱ6つとも。いやそうなんですよ、これね、紹介できてない候補もそれこそジュニアフレンドリーカップだったり、はい、3on3 だったりもあったんで、はい、もうやっぱ選びきれなかった対戦いっぱいあったんでね。いやもうその、うん、もう大学 の、もう全然ゼミを開けるぐらい大学のゼミワンピースカードゲームチャンピオンシップゼミ、はい、これはでも振り返りましょうっていうゼミを開ける、人来るぜこれなんと今回、うん、前回は2020年シーズンで1周だけだったじゃないですか、はい、これで終わりだったんですけど、二次予選があるから、まだチャンスがあるから、後半もあるから、はい、これだから今回リーチアタックで惜しくもね敗れてしまったり、はい、もしくは、決勝上がれなかったとかいう選手も、うん、二次予選で今9月で予選やってる最中でしょ。 それこそあの原山選手が最後の最後で敗れてしまったんですけど、また来るかもしれない。あもちろんだし、二次予選も熱い試合、うん、これと同じレベル、もしかそれを超えるものがどんどん出てくるかもしれないので、はい、ちょっと皆さんも知ってる人多いと思いますけども、チャンピオンシップ2023の、はい、二次予選について改めておさらいをいきましょう。ちょっとお願いします。9月1日よりチャンピオンシップ2023の二次予選が全国のカードショップにて開催しております。各店舗大会の上位3人がエリア予選の参加権利を獲得できます。だからまずは上位3人に選ばれないといけないということでございます、うん、携帯アプリバンダイ TCG プラスにて参加できますので、ぜひ店舗大会に参加してエリア大会決勝大会を目指していきましょう、うん、そしてエリア大会は一次予選同様生配信が行われます。熱いバトルが一次予選同様見られますので、これがちょっと楽しみですね。そうですね、はい、僕たちもあの現地であの、うん、全部行く予定なので。そうですよ、もう本当に皆さんをもう温かく見守る予定なので、うん、温かくではなく温かくもう興奮してもうガス欠です。興奮してちょっと、はい、あの口が回れないですけど、はい、いやでもね、はい、本当に熱い戦いを見届けたいと思ってますの で、他にもね 3on3 や、うん、ジュニアフレンドリーカップなど定期的にその二次予選そして全国大会への切符が用意されている大会が、はい、開催されてきますし、はい、今後もしかしたら2024年シーズンとか、はい、また別の何かが追加される可能性もゼロじゃないと思います。本当に全然いろいろまだ無限の可能性なのでありますので、もうそちらの方もぜひぜひ楽しみにしていきたいと思いますので、皆さんも今後とも、チャンピオンシップそしてワンピースカードゲーム楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。 Do your best。さあここからはワンピカードの激アツ情報です。よっしゃ。ブースターパック第5弾新時代の主役は税込み220円で発売中です。スタートデッキサイド歌は10月7日税込み550円で発売予定です。購入してデッキを強化していきましょう。 Check it out。 続いてイベントに関する情報です。10月開催のフラッグシップバトルは現在応募受付中です。優勝者には新規イラストカードのカイドウを贈呈いたします。お近くの店舗にてぜひぜひご応募ください。ワンピースカードゲームフェスタ2023秋のカード祭りは現在応募受付中です。小中学生限定のイベントとなっており、チャンピオンシップ二次予選決勝大会の進出権利をかけたジュニアフレンドリーカップや誰でも楽しめるサイドイベントを実施いたします。詳しい内容については公式ホームページをご覧ください。最後にこの動画が良かったと思った人はいいねボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それじゃあ次回もお楽しみに。